はい、こんにちは。1月31日です。もうあっという間に1月もおしまいですね。特に今週は早く感じます。さて、今回はこの間突如興味を持ち始めたロバート・ケネディ・ジュニアの続きです。ロバート・ケネディ・ジュニアがトランプ大統領の副大統領になることはないでしょうかねっていうコメントをいただいて、いや、それはないでしょうってお返ししていたんですけれども、 その後、インタビューを受けたロバート・ケネディ・ジュニアが、トランプ本人からではないけれど、トランプ陣営から副大統領候補の打診があったことがある。しかし断ったと答えていました。そしたら、トランプ陣営はトランプ陣営で、いや、ロバート・ケネディ・ジュニアが副大統領候補として、自分たちと一緒に出馬することはないからって発表していましたね。で、もともと、 ロバート・ケネディ・ジュニアの政策方針って、共和党とはもう全く異なるので、誰と大,大統領候補が誰であっても、もう誰と一緒であっても、共和党から出馬するのは難しいでしょう。それと、この間の動画でロバート・ケネディ・ジュニアが We the People っていう新党を立ち上げて、選挙の投票用紙に名前を記載しよう、させようとしているお話をしたと思う。 たら、<laughs> それから本当に数日しか経っていないのに、なんと彼はリバタリアンパーティー自由主義党から出馬することにしたと発表しました。リバタリアンっていう言葉はさすがにいろんなことに疎い私でも知っていました。ほらアル、アルゼンチンのミレー大統領が自由主義者ですよね。でも、 アメリカに自由主義党なんて党があるのは知らなかったです。なので、早速そのウェブサイトを見に行ってみたところ、うん自由主義の原理原則に基づき、政府の干渉に抗うみたいなスローガンが書かれていました。まあ、これで既存の政党から出馬することになるので、おそらくアメリカ50州プラスワシントン DC の まあ大統領選の投票用紙に名前は載るんだろうなと思いますがうん皆さんこれどう思いますかもともとケネディ一家って民主党一族ですしロバート・ケネディ・ジュニアがワクチン反対あとビットコインを通貨にしようとかあとは環境保護のために石油の掘削をやめましょうっていうのを公約にしていることを考えると。 共和党の方に寄っていくよりは自由主義党に近寄っていく方がまあ現実的なのかもしれないですけど、うーん、これ個人の感想ですよ。一時期緑の党に席を置いたコーネルウエストと同じくらい、ちょっと迷走してる気がしないでもないです。知らんけど。で、この自由主義党っていうののサイトへのリンクはディスクリプションに貼っておきます。 もう一つロバート・ケネディ・ジュニアが国境問題を、まあ、自分なら自分が大統領になったらどのように解決するか昨日インタビューされて答えていたのでそちらも紹介します。 彼本人もユマの国境に行って3日間過ごし、なんか午前2時から4時の2時間の間に300人もの移民が入ってきて驚いたと。あとメキシコのドラッグカルテルがバスご,バスごとに1台55人から100人ぐらいの移民を乗せて国境まで連れてきて落としている。で、それに乗っていたのは西アフリカの人などで亡命のための書類を実際に持っていたのはアジア人2人だけだったと。 で先月逮捕された不法移民は24万7,000人過去3年ですでに700万人の移民を吸収したアメリカはもはやサステイナブルではないと語っていましたでもしも大統領になったらどのように対処するかって質問されて一晩で解決できる私これ一晩でできるとは思いませんけども、まあ、彼は一晩で解決できる壁にある27箇所のギャップを閉じればいいと答えていました。 テキサス州ブラウンズビルからカリフォルニア州サンディエゴまで2200マイルに及ぶ壁を作るのではなくて不法移民が潜伏しやすい入国しやすい箇所の壁の隙間を塞げばいいということです。で、ちょっと私、私これ不勉強で申し訳ないんですが壁の隙間,隙間は何で生じたんでしたっけ着工したけれど時間切れか資金切れかわからない政権が変わって完成しなかったということですか でロバート・ケネディ・ジュニアはですね田舎の方の地域では壊れたフェンスっていうかなんか政権によって倒されたフェンスを直す長距離カメラを設置するライトとセンサーを設置するそして亡命判事を国境のメキシコ側に置いて亡命申請をその場で判断すると続けていましたこのインタビューの元動画もリンクはディスクリプションに貼っておきます。 でこのインタビューでは世論調査の数値も出していて興味深いのが自分を共和党と見なす人が2020年29%から2023年27%に減少し自分を民主党と見なす人が2020年30%だったのが2023年27%に減少。 一方でインディペンデント無所属と自分をみなしている人が2020年は39%だったのに2023年には43%になっている点です。で番組の司会者が複数の世論調査でロバート・ケネディ・ジュニアがトランプよりもバイデンよりも優勢である例を挙げてから二党2党の政治は崩壊していますかって聞くと2党政治は崩壊しているだけでなく腐敗していて。 2016年の選挙の後に票の操作があったとして、バーニー・サンダースの支持者が民主党を訴えた際に、裁判官が、まあ、ルール、自分たちのルールには違反しているけれど、彼らのクラブ、クラブって日本語で言うと仲良しグループがそれを良しとしているんだから、大丈夫でしょうっていう判決を下したために、民主党は中立であるふりをすることさえやめ、さらにやりたい放題になっていると回答しています。 で民主党も共和党もほぼ同じような大企業や兵器産業製薬業界からのお金が流れ込んで選挙結果が左右されているのでアメリカの一般市民の投票に対して細工されてしまっていると言っていました。で最後自分の名前は50州とあとワシントン DC で投票用紙に掲載されると断言してインタビューが終わっています。 最後なんですけど、ライブの時に、この間のライブの時に、アメリカは内戦になると思いますかっていうご質問をいただいて、私は個人的にならないと思うと答えていました。今もそう思ってます。大昔、オーストリアでルームメイトだったテキサス生まれ、テキサス育ちの友達に聞いてみようかなって私言ってましたよね。あの後、本当に聞いてみました。 でこれを正直に言うと私2020年みたいに2021年かなんかバッドがたくさんついて私がコメントでめちゃめちゃ叩かれて微妙な空気になってしまいそうですがまあ私は政党や候補者の回し者ではないのでいいでしょう。端的に言うとその私の友達は内戦にはならないと思う。そしてこの国特に テキサスには頭の弱い人がいっぱいいるというお答えでした。で私はまだいろいろとリサーチしていないのではっきりした意見を言える状態ではないんですがちゃんと調べて理解できたら何か言うかもしれません。というわけで今回はロバート・ケネディ・ジュニアの続きでした。え今は 画伯の卒業卒業式に関する説明会があるので出かけていきます Stay safe, stay healthy